清水直樹のなおさんチャンネル。今回のテーマは清水直樹が語る保守、はい、保守ということで、はい、キャッチャーですよね、はい、重要な、はい、うん、まあ、キャッチャーもそうなんですけどピッチャーも、まあ、高校までは打つしみんな走るし、うん、野球スプレーヤーとして一緒だけど大学とか社会人とかももっと言えば今このプロ野球のレベルになってくるともう特殊業よね、うん、あもう専門職って言ってもいいぐらい、例えばピッチャーだったら二刀流とかっていうのは本当専門職なんだけどもその他のこともものすごくできるからなってて、じゃあキャッチャーってなってくるとそのキャッチャーとしての要素、うん、どういう人がじゃあキャッチャーになっていくのかっていうことだし、キャッチャーやりながら他のポジションやってる選手って過去にそんな多くないよね。ちょっと前で言うと、まあ、同じロッテでやってたのは田中将彦っていうキャッチャーがいて、彼内野手もできるね。過去にはキャッチャーをもうやめて打つ方に専門した元ライオンズドラゴンズの和田さんも元キャッチャーであったり、小笠原さんね、今はジャイアンツのコーチをされてるのかな、小笠原さん、小笠原さんもキャッチャーから打者に転向していって、まあ、成功していく。なのでそれやっぱりキャッチャーってこうキャッチャーで居続けることってやっぱすごく難しいんだなと思う、やっぱり。なのでキャッチャーとしてじゃあ何を持ってなきゃいけないのかっていうことと、なんだ、打てたらやっぱキャッチャーから離れてもっとその、うん、まあフィールドのプレイヤーファーストだったり外野っていうところでやるに行くってことはやっぱそれぐらいキャッチャーってキャッチャーの職業が大変なんじゃないかなと思ってて、うん、だって打ててキャッチャーもできたらキャッチャーやって打てたらいいし、まあ昔言うと昔言ってたら怒られるな、ちょっと前にしようかな、里崎とかね、はい、あと阿部監督二軍監督、はい、今は一軍ヘッドかな、はい、そういう風にやっぱ打ちながらキャッチャーやるってやっぱすごいなって、すごいすごい思う、うん、キャッチャーとしての野球選手としてキャッチャーとして、でもじゃあ守備だけを切り取るよ、守備だけを切り取った時にキャッチャーとして、まあ、これは持っといてほしいなっていうのはやっぱこうマネージメントする力、うん、マネージメントする力っていうのは持っててほしいなと。でじゃあマネージメントって何なのとかってなるんだけど、まずはやっぱ試合全体の前にブルペンでそのピッチャーの今日の球を受けて、あ今日球来てるぞとかっていうことはまずこういうことを感じなきゃいけないから、そういうことを感じた上で頭働かして、じゃあ相手打線と今日これで押していこうなのか、タイプにも分かれるけど、ピッチャーを優先してもうピッチャーの今日はいいところをとにかくどんどん引き出していこうっていうことがこう選択できるまず段階、試合前ので、試合に入っていくとその中で、あ今日こういう風に抑えていこうみたいなのがぼんやりじゃないけどイメージができる、うん、のを持っててほしいなと思う、キャッチャーとしては、うん、なので、あこのボールファールになった、じゃあ次どうしよう、打たれた、じゃあ次どうしようっていうよりもちゃんとこうつながりとしてそういう学習ができる力っていうのはキャッチャーとしてすっごい大事だな、うん、それがその日のピッチャーとその日のバッターっていう、ところからプロの世界っていうのはそこがずっとあるわけでしょ、うんうん、ね、でしかもキャッチャーでエースキャッチャーになってくるとそのチームのピッチャーを全部知らなきゃいけないでしょ、っていうことは、大体ピッチャーって半分ピッチャーだからね、プロ野球チームの、うん、でキャッチャーってそのうち、ロッテでいうと10人か、大体10人いて、バッテリーって言われるところで要は40人ぐらいいるわけよね、うんうん、で野手ってそう考えたらめっちゃ少ないよね、うん、20人からまあ30人ぐらいの中にいるっていう、それだけやっぱそのピッチャーとキャッチャーという占める割合がすごくて、でじゃあさっき話もそのキャッチャーはその30人ぐらいを知らなきゃいけない、うん、そのピッチャーの調子だったりってことはそれだけこう頭に入れて覚えていける力がないとまず無理なんじゃないのかなと思ってて、うん、もちろん一軍のキャッチャーは一軍のピッチャーを知ることも大事だし、最低限絶対知らなきゃいけないし、で二軍から上がってくるピッチャーっていうものもやはり情報としては持っておかなきゃいけない、
でやっぱそのピッチャーの一番いいボールでやっぱその克服していかなきゃいけない課題みたいなものをキャッチャーはずっと考えてるから、プラス試合も作っていかなきゃいけないっていう部分ではまあすっごい難しいポジションだと。本当にそのゲームの中での監督じゃないけど、フィールドの中でそのまあピッチャーにもちろんサインを出して仲間に指示を出していくポジションであるから、そういったところっていうのはないとダメだと。うん、でそれがやっぱキャッチャーとしてタイプは分かれると思うのね、はい、相手の打者相手はこうだからもうピッチャーの調子関係なくこう攻めるっていうキャッチャーも一つのタイプだと、はい、でもまずは今日のピッチャーの中心にいいボールをどんどんいった中でバッターがどういう反応してくるのかなとか、で最終的にデータっていうものを最後に使っていくよっていうキャッチャーもいると思うんで、うん、あの分かれると思う、はい、うん、でも全体としてはやっぱそういうマネージメントっていう力を持ってて、もっと言えばベンチから信頼をされているっていうことがまあ絶対条件かなと思うかな。なるで言うとコメント欄に来てます、うんうん、あの直さんが思うキャッチャー佐藤崎さんと橋本さんの違い教えてください。あー、佐藤は佐藤崎はどっちかっていうと攻撃的なキャッチャーだね。いわゆるそのピッチャーのいいところっていうものを引き出しながらどんどんバッターを攻めていく、どんどん攻めていくキャッチャーで、橋本タスクも一緒に被ってたけど、タスクはどっちかっていうとピッチャーをこう、まあ、作っていくんじゃないけど、今日のピッチャーはどうかなって探りながらやっていってこう一緒にやっていくっていうタイプ、うん、どっちかというと里崎はぐいぐい引っ張っていくキャッチャーで、タスクはこうコミュニケーションを取りながら何がいいって言って共同作業じゃないけどやっていくキャッチャー、両方ともいいキャッチャーよ、両方ともいいキャッチャーで、タイプっていうのはそういうような分かれ方をしてるかな、うん、なのでどっちが投げやすかったっていうのは特にないの、うん、タスクと組むときはお互いコミュニケーションじゃないけどこうやってやりながらやっていく。で佐藤崎の場合は佐藤は引っ張ってくれるから、佐藤の感覚として、あ今日直さんこれいいぞと思ったらもう来てください、むしろダメでも来てくださいっていうぐらい引っ張るキャッチャー、うん、で最後に打つ手がなくなった時にこうしようああしようで、その日やられたらもうしゃあないですよみたいな感覚、うん、でもどんどん攻めるよ。だからすごい強気なキャッチャーだし、やっぱリスクヘッジは必ずしてて、彼の中にも彼の中にもこれだけはっていうのはありながら、行ける時はどんどん行く、そういうマネージメントする力っていうのはやっぱあるよね。だからやっぱいいキャッチャーだし、世界一の称号も得たキャッチャーだから、そういう部分では本当に優れたキャッチャーだと思うし、まあ打てるし、はい、うん、あとなんかパフォーマンスもできるし、でなんか歌も歌えるし、なんか楽しいこと好きだし、盛り上げていけるし、まあ、佐藤ちゃんもいいキャッチャーだし、いいエンターテイナーでありいいスポーツ選手だったと思う、うん、アテネの時には組んだのはアテネはジョーが多かったのかな。城島今はソフトバンクのね会長好きじゃないけど、その役職補佐で、やられてるけど、彼と里崎と同じ年なのね。うん、年齢的にはね、年齢的に同じで、ジョーはあんまりこんないっぱい組んでないけど、両方持ってるよ。本当にこう。一緒に作っていきながらも引っ張っていきながらっていうのをこううまく出せる、うん、そのバッターそのシチュエーションでうまくこう引き出せていけるのが城島っていうキャッチャーかなって。両方ミックスしながら試合の中で引くところは引くし、逃げるところっていうかこうかわすところはどんどんかわすけど、いけるっていう時には行く、うん、ですごいクレバーで、うん、そういう風に対戦しててもそういう風に見えた。このチャンネルでは、皆さんの、コメントをたくさん待ってます、どんどんコメントをください。そして質問もたくさんお待ちしてます。そして面白かったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。